こんにちは、ゆうしんです。車椅子のハンドリムがボロボロになってしまって、そろそろ買い替えようかなと思ってます。それでタイミングよくご縁があって、株式会社テレウスさんで取り扱っている T グリップというハンドリムをお借りすることができたので、試してみることにしました。僕のように頸髄損傷で手に麻痺がある人は、ハンドリム選びがとても重要です。少しの差で車椅子の操作のしやすさが大きく変わってきます。ということで、今回はその T グリップと、もう一つテレウスさんで取り扱っているブラックラバーハンドリムの紹介をしようかなと思っています。車椅子ユーザーの方、特に僕と同じような頸髄損傷で握力のない方は、ぜひ参考にしてみてください。今まで僕が使っていたこのハンドリムは、日清さんで取り扱っていたゴムコーティングのハンドリムです。摩擦も強くて気に入っていたので、何度も買い替えて10年くらいお世話になっていたんですが、販売店さんによると、なぜか今は取り扱いがなくなってしまったみたいです。だから次にお世話になるハンドリムを探していたところで、それでタイミングよく T グリップを借りることができました。実は T グリップを借りる少し前に、同じテレウスさんで取り扱っているブラックラバーハンドリムをすでに購入してました。ブラックラバーハンドリムは、まず表面はまさにゴムの表面で、見た目はマット。僕は握力がなく、ハンドリムに手のひらを当てて車椅子を漕ぐんですが、このハンドリムは滑りにくいので、しっかりと力がハンドリムに伝わります。細かく言えば、今まで使っていた日清さんのゴムコーティングハンドリムと比べると、少しだけ摩擦は弱いような気がしますが、個体による差があるかもしれませんし、質感はほとんど同じような感じです。それでリム間隔は 7mm の固定。今まで使っていたハンドリムは、親指がギリギリハンドリムの内側に入るくらいだったんですが、 7mm だと狭すぎて親指を入れることはできません。握力がない僕の場合は、リム間隔が広い方が好みで、それは広い方が手のひらで上から押さえつける力が伝わりやすかったり、親指を入れて引っ掛けて漕ぐことができるからです。だからこの 7mm のリム間隔だと少し狭くて漕ぎにくいかなと感じましたが、まあでもこのくらいなら慣れればなんとかなるかなとも思っています。ということで、このブラックラバーハンドリムは、僕にとっては少しだけリム間隔は狭いと感じましたが、表面は摩擦が強く、握力がない方に向いているハンドリムだと思います。そして今回お借りした T グリップなんですが、こちらのリム間隔は 13mm と 20mm で調整することができて、 13mm で今回お借りしたんですが、この間隔だと親指が内側に引っかかるほどの間隔です。 20mm で調整すれば、親指が内側に入り込めるくらいになると思います。まあ 13mm でも親指が引っかかるので、僕は漕ぎやすいかなと感じました。それで表面の見た目は光沢があってビニールのような感じ、例えて言うなら定番のよくある長靴の表面のような感じです。触った感じはブラックラバーハンドリムとはまた違った感触なんですが、表現は難しいんですが、大げさに言うとベタッとしてひっつくような感じ。摩擦はもちろんかなり強く滑りにくいです。僕は今までこのような表面に光沢がある感じのハンドリムは使ったことはなかったんですが、これも摩擦が強くて、僕のように握力がない人は漕ぎやすいかなと感じました。なんといっても T グリップはリム間隔が広めだし、2段階で調整するところがありがたいです。僕の場合、車椅子からベッドとかに移動するときに、ハンドリムに手を置いて力を入れるので、そういった場面でもリム間隔は広めの方が生活がしやすいです。ということで、この T グリップも握力がない僕のような車椅子ユーザーに向いているハンドリムだと使ってみて感じました。ブラックラバーハンドリムと T グリップ、どちらも摩擦が強く滑りにくいので、どちらも握力がない車椅子ユーザーに向いているハンドリムだと思います。違いは表面の質感とリム感覚で、表面の質感は、僕は今までマットなものをずっと利用していたので、慣れているという理由でブラックラバーハンドリムの方が好みではありますが、まあ、正直リム感覚は広めの方がいいので、まあ、その点 T グリップのように調整できるとありがたいです。さらに重量を調べてみると、ブラックラバーハンドリムが 820g で T グリップが 540g と、 T グリップの方がかなり軽いことがわかります。
ハンドリムの重さは普段車を利用していて頻繁に車椅子の積み込み積み下ろしをする人なら結構気になるところなんじゃないかなと思います。 280g の違いはかなり大きいです。最後に価格についてですが、これは販売店さんにもよるとのことだったんですが、だいたいブラックラバーハンドリムが2万8000円から3万円、Tグリップが1万8000円から2万円ということでした。ということで、 Tグリップとブラックラバーハンドリムを比較するとこんな感じになります。まとめておきますので、ぜひゆっくりご覧ください。ちなみに僕は今回 Tグリップを使ってみて気に入ったので、早速注文することにしました。皆さんにもぜひおすすめです。ということで、以上、同じ車椅子ユーザーでハンドリムにお困りの方はぜひ参考にしてみてください。今回はこれで終わり、また次の動画でお会いしましょう。本日ものんびり車椅子漕いでいきたいと思います。